はい、あとですね、このボルボ、ここの電気がつかないということですね。ちょっとね、なんか何ができるか、ここの下に電球があるんじゃないかと思いますが、こいつらをちょっと外してみたいと思いますね。はい、うん、ちょっと見てみましょう。はい、はい、ヨーロッパ車、ここにネジが2つありますが、トルクススターとか言いますけど、トルクス、ヨーロッパ車よく使ってます昔から。はい、これでここを外していき、ここね、カバーをね、取っていきたいと思います。はい、よいしょ、こんな感じで取っていきます。あとは多分クリップで止まってるんじゃないかな。こんな感じですね。よいしょ。よいしょ。お、前側ではだんだんいきますね。よいしょ。取れましたね。トルクスですね。これ。うん。はい。ね、これ。こんなんでもういけんじゃないかな。取れるのかな。なんかここに引っかかってますね。ここね、流れるのと、こことね、こことね、シフトロックリリース、どうやってやるのかよくわかりませんが、よいしょ、引っかかるのかな。よし、まあいろいろやってみます。はい、これを動かしました。シフトリリース引っ張ったら動きました。で、ここにフューズ、プレスアップ、おうおうおう、どうなってんだ。この中にフューズボックスがありますね。すごい、こんなとこになんだ。面白いですね、ボルボマンも。はい、よくわかりません。この裏にネジがあるっぽいので、こっち左右にね、これを取らなきゃいけないのか、それとも、まあ、よくわかりませんが、いろいろ試しながらやっていきまーす。はい、試行錯誤、ちょっと時間かかりましたが、取れました。よいしょ。この中にですね、電球があるかどうか、まずこいつをどうやって外すのか、よくわかりませんが、まあ、いろいろ試しながらやっていきまーす。はい。はい、試行錯誤、ちょっと時間かかりましたが、取れました。よいしょ。この中にですね、電球があるかどうか、まずこいつをどうやって外すのか、よくわかりませんが、まあ、いろいろ試しながらやっていきまーす。はい、はい、ですね、いろいろ鏡で見てましたら、ここ見えるかな、ここにクリップがあります。はい、このクリップを外して、で、反対側もどうやら、カーにクリップがあります。こいつをなんとか外して、このね、横のこのカバーを外してみたいと思います。ちょっと場所が狭いんで、この横を外すのが一番楽なんでしょうけどね。まあ、このままやってみたいと思います。はい、取れました。カバー取れて、そうですね、電球が黒くなってるんで、こいつが悪いと思います。はい、最終的にこいつを緩めて取りました。はい、こいつを変えてチェックしてつけば OK ですね。はい、変えてみたいと思います。はい、電球を新しくつけました。ペレッ、つきました。
OK ですね。これで後戻しおしまいです。はい。ほい。ボルボの電気組み上がりました。はい、これでつきます。これで見えますね。安心してギアも変えれるということですね。はい、これで終わりです。ご視聴ありがとうございます。